ガチスロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗はサマイ数のみにより決着する。勝敗により勝ち点を獲得、また設定予想による勝ち点獲得をはじめ、その日の収支によるポイントや獲得枚数に応じたポイントを得ることでも勝ち点を獲得。より熱く激しいバトルが繰り広げられる。各リーグトップとなった者だけが許される決勝戦。優勝するのは一体誰だ。パチスロバトルリーグ。パチスロバトルリーググループ B、 嵐 vs ラッシーの後半戦。まずは前半戦のダイジェストから。やるのが、はい、抽選番号はサブロちゃん、縁起のいい番号です。よかった。あーとか取れねえ。36番目と微妙な入場順のため、残念ながらエウレカ7の狙い台が取れなかった嵐。次なる策は。そうなんですね、この店カードが強いんですね。だからカードがちょっと取れなかったんで、ちょっとこの辺の台を打ちながら様子見ながら打っていきたいなと思います。ちょっと狙い台取れなかったんで、そんなに長くは粘んないかなっていう感じがするんですけど。1機種目はエウレカで勝負をかけることにした嵐。すると打ち始めて160ゲームを過ぎたところで。俺何も聞いてないですよね。もう分かんない、ちょっと何が起きたんだろう。いやこれ謎大きい、謎大きい ART ですよ。突入ケーキが不明な ART にいきなり当選。そしてその ART50 ゲームで外れが2回出現と悪くはない手応えを感じ取った嵐。そんな嵐を後押しするかのように、その後は順調にボーナスがつながり始める。右だ。お、二角です。今日チャンス目からのレギュラーですね。赤が出てもがっかりはしませんよ。やはり弱水化からの白レグ。そしてこの2回目のレイダー中に押し順を3回当て ART に突入した嵐。ここから ART とボーナスを絡め出玉を伸ばし始める。レギュラーすると、レギュラーボーナス合格。よっ、この連チャン中、リッグ2回、レギュラー2回、 ART4 セットと絡み合わせ、一撃で683枚のコインを獲得した嵐。手応えは十分かと思われたが、ちょっと今後に不安が残る展開ですね。ハズレも今191ゲームで2回なんで、まあ、95分の1、かなり微妙です。その後持ちコインでボーナスを2回重ねるも、その間の ART 当選はなく、徐々にコインは削られ、ついに追加投資へと突入してしまう嵐。非常に困りましたね。ここでもたつかれるのが一番エウレカでの負けパターンなんで。そして追加投資5000円で引いたビッグ5もボーナスには当選するものの、 ART には当たらず、再度の追加投資を強いられるというきつい展開が続く。恐れていた通りの展開になっちゃいましたね。すげえ微妙な要素のまま引っ張られて投資が膨らんでいくっていう最悪のパターンです。なかなか設定完敗要素を得られず、押し引きの判断がつかないまま、前半戦終了間際に自力で久々の ART に当選する嵐。すると外れが出上がりましたよ。この ART 中に外れを引いたことで、設定カンパ的にはさらに微妙な状況で前半戦が終了。すでに2万8000円というビハインドを背負ってしまった嵐。前半戦を耐えしのいだことが報われるのか、はたまた奈落の底へと落とされてしまうのか。ちょっと展開が気にすぎるっていうのはあるんですけれども、まあ、対して今シーズンから新加入となったラッシー。初戦は81番目入場と若干遅い入場となってしまうが、狙いのメゾン一国2を無事ゲットと、嵐とは対照的なスタート。前日回数ついてますけど出てません。多分予想としては設定はあったんだけど、まあ、展開に恵まれて出なかったと予想します。で、昨日も今日もここイベント対象になってるっていうことは、すなわち、まあ、設定をそのまま置いてるんじゃないかなという予想です。初戦1台目としてメゾン一国2を選択したラッシー。当たりのないまま200ゲームを迎えるが、熱い、この目がかっこいい。
いい、ナイス、チャンリプでフリーズです。いきます、いただきました。ナッシーの記念すべき初当たりは204ゲーム、投資6000円でフリーズからのビッグと絶好のスタート。投資 6K ですね。まあちょっとこれは追えないですね。この初ビッグから突入した ART は150ゲーム継続したものの、その間のボーナスはなく残念な結果にと思ったのもつかの間、引き戻しゾーンで再びビッグボーナスをゲットしたラッシー、このビッグからも ART に突入し再びチャンスを迎える。189、まあとりあえずね、なんとなくメゾの島全体的に調子がいいかなと、まあ、外れではないんじゃないかなと思います。わかんない。あるその後深くハマることなく順調にボーナスを重ねるラッシュ。 ART に当選するもののうまくボーナスと絡まなかったことやレギュラーに偏ったことで若干出玉的には物足りない結果ながら、高設定の期待度が高い同時当選が多いことなどから余裕を持って打ち続ける。見てなかったからあれだけど、31ゲームスーパーウィン来い。ドンマイドンマイ。しかしその後初のハマりが600ゲームオーバーとピンチを迎えるらしい。うーん、まさかさまだな。616、レグですね。しかし616ゲームで当たったレギュラーから再び連チャンし、ハマりで失ったコインが復活、再び調子を取り戻すらしい。やべ、ハサード赤ビーカーですね。乗ってきたよ。あとは勝つだけですね。まあ派手な展開今のところないですけど、まあ総じて悪くないと思います。まあね、ビッグ引けないのは毎度のことなんで、まあ、そんな気にするほどのことでもないかなと。その後なかなか ART に突入できず困れる展開が続くが、ボーナス確率は高設定の値を示し続ける。前半戦を通し当選ボーナスがレギュラーに偏ったため出玉的な伸びはいまいちながら、フラッシュ手で折り返したラッシー、このまま順調な展開を続け初戦から勝利をもぎ取ることはできるのか。そうですね、今のところ悪くないなと、まあ特別6っぽいっていうわけでもないですけども、まあ、悪くないで、まあ、後半戦の伸びに期待したいと思います。今回撮影に協力していただいたザ・シティ・ベルシティ南浦和店は京浜東北線、武蔵野線、南浦和駅東口より徒歩1分。当店はパチンコ200台、スロット200台のラインナップ。当店看板イベント毎月8日開催シティの日をはじめ、連日地区最強イベントを開催しています。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。皆さんこんにちは、パトロ視聴部の嵐です。ナシです。はい、バトルリーググループ B 第1戦の後半戦がスタートするわけなんですけれども、はい、まあ、前半戦を、軽く振り返ってみたいなと思うんですけれども、うん、はい、まあ、僕の方が、一応エウレカちょっと狙い台は取れず、はい、で、まあ、一応データを見ながらこの辺に入るんじゃないかっていう台を打ってるんですけれども、はいはい、まあ、まんじりともしない展開とはまさにこのこともうどうしたらいいの俺っていう、感じなんですけれども、まあ、後半戦も要素がいいうちは粘ろうかな、うん、なるほど。私ラッシュの方なんですけども、はい、まあ、メゾンの、まあ、そこそこ打ちたかった台に座れまして、はい、安い金額で食いついて、はい、まあ、そのまま追加投資もなく、はい、ボーナスも ART も共に引けてる。なるほど。で大体800枚ぐらいですね、持ち玉。だから後半、まあ、今のところラッシュは結構安定して良さそうな感じで、そうですね。後半なんか目標みたいなのあります？いや、 やっぱ第1戦目じゃないですか、はいはい、何かこう記憶にも残るようなことやっときたいじゃないですかそうですね、まあ、さすがにちょっとウェディングっていうのはちょっと身の丈を知れっていうことになるんで、いやいやいや、まあでもね、ポイントをつく3000枚を目指して、はい、まあ、今から ART とボーナスをガシガシさせていきたいなと思ってますけど、まあ、僕の方はとりあえずまずフリーズを引いて、はい、でフリーズの連チャン中のレギュラーで、はい、まあ、5回当てて、でその次のレギュラーでコナビを出すっていうのは俺後半戦の目標です、うん、
うん、余裕ですね。はい、やってみます。まあちょっとあの値段って貸しております。今回は。まあまあね、エウレカ何起こるか分かんないけど。はい。まだまだ勝機はあるんじゃないですか。そうですね。うん、このラッシーの感情のこもってない優しい言葉を締めとしまして、それでは早速後半戦スタート。はい、じゃあ後半頑張っていきたいと思います。まあ今ちょっと優勢みたいなんでね、このまま逃げ切れるように頑張ります。じゃあ行きましょう。なんかね、まあ今ちょうど前後半の間で間ちょっと開けたんですけど、まあその間にね、メゾンの島すごいね、さっきより活気づいてて、箱積んでる人が増えましたね。ますますもってこれ前陣もあるんじゃないかっていう感じになってます。はい、それでは後半戦スタートということで、いずれにせよどっちかに突き抜けることになりそうな気がしないでもないんですけど、まあ現状では数値がいい状況ということなので、まあ悪い部分もあるんですよね、 ART の初当たりとか。ただまあそこは展開負けによる影響がものすごい大きいんで、とりあえずその今の数値がいいまでは、今の数値がいいというか、まあ完敗要素がいい状態のままだったら、とりあえずどんなに苦しい展開になっても頑張ってみようかなとは思ってます。目玉面では対照的なスタートとなってしまったが、共に高設定に期待を持ちつつな後半戦、果たして思ったような展開が待っているのか。お、いいですね。後半戦初子役は京セリ、そして追加か、どういうことなの。まあ彼これでレギュラーが出てきた場合は、後のチェリーあのスイカで当たったってことになりますね。だから両方当たってない可能性もあります。両方当たってません。ひどすぎる。パケドライブの確認を怠るな。お、また子役だ。おー、遅かってん。熱い。頼むね、父ちゃん。父ちゃんない、じっちゃん。次回、スタートいった。受け取れ。あー、ちょっと怖いから逆押すのやめよう。あ、大丈夫かな。うわー、ダメきてんし。あここで意地悪にチャンスを引いてなかったら白穴当たってますね。よかったよかった。相当資金額3万円でビッグを引いた嵐、後半戦では巻き返しなるか。ちょうど 30K 3万円使ったところですね。まずは今日初の7揃いを射止めたい。あえてレギュラー映画の、揃う気がしません。エウレカのカットインぐらいでないと揃う気がしないな。これお弁当作りましたね。皆さんでチャンリップです。後半戦一発目のチャンリップ。五代さんと管理人さんは実は付き合っているんでしょう。まだある。本当は五代さん好きなんでしょう。強敵だな。よっ、できました。まだ分かんないし。ないか。おお、来ましたね。一番役ドンスターデンです。これもね、設定差あるボーナスなんで歓迎すべきボーナスですね。よかった、今ね太陽マークだったんで暑いなと思った。なるほど、まあ仕方ない。
ヤッシー、後半戦のスタートはまたしてもレイラ。一応京子さんがいるんで可能性ありますね。よかったよかった、まず一発目ですね。後半戦、後半一発目から ART 突入と相変わらず展開は良いらしい。今レギュラーに偶然偏っているからなんか出てないように見えるけど、まあ、ボーナス合算とか、まあ、ボーナス当たる種類とかね、落ち当選の種類とか、まあ、そういうやつはすごくいいです。高設定っぽい当たり方してますね。まあさすがに厳しいでしょうかね。続かなそうだな。ダメだ。まあまあ仕方ない。まずはちょっと早い食いつきが欲しいですね。さすがにちょっとレギュラー分のコインじゃ、レギュラーとね ART1 セット分のコインじゃ心もとないんだ。からの当選ですね。どこだと思います？どこだと思います？左？右？ダメです。もしかしたらナビ出るかもしれないから、ここで上げてたいな。あーベネス、おー、まあまあ問題はここの降格ですよ。おっ、いいよ、弱水化でもいいんだ。当たっててくれ。ダメだ、来た。おお、逆チャンス。あ、なんで降格の時にチャンスバック来んの。まあいいんだけどさ。確認を怠るな。シャーリー気をつけて。なんとか耐え忍んでますね。終わりやすいのだ。突入。さあ当たっちゃってもいいんだよ。しーこの ART では外れは出現せず、外れ確率はまたしても低設定の値に近づいていく嵐。お、中断。どうだろうな。あんまり期待度が高いパターンではなかった。
やっぱりね。いや、これじゃあフリーズ行く前に俺の財布がフリーズしちゃいますよ、これマジで厳しいな。まあさすがにここまで通常時から入らないとちょっと厳しいな。再び追加投資に突入してしまった嵐、果たして取り返すことは可能なのか。やっちまった感じなところで、まあ、多分どっちかの追加、まあ何にせよ滑って当たるのは悪くないんですよ。っていうのも、移行追加での当たりであれば、まあ、設定さないんですけど、まあ最初の、普通のスイカもしくは今滑って一番役で当たったっていう可能性もありますんで、まあ多分スイカだったと思うんですよね。通常スイカ、通常スイカ、まあ何せよ、まあ設定を期待できるボーナスだとは思います。まあね、ちょっと今みたいに連続演習中に気を抜くと、まあカンパ速度がちょっとね鈍っちゃうんで気をつけなきゃいけないんですけど、ついうっかりしちゃいますね。まあまあ、あそうか、まあ、白毛のボーナスじゃないんで、そんなに、まあ、設定を期待できるボーナスでもないですね。まあまあ、当たらないよりは。まあ、何せよ、前半で、設定差のあるボーナスすげえいっぱい引いてるんで、まあ、しばらく引かなくてもまあ高設定の値はずっとキープすると思うんでね。いいし、通常スイカから白頭ボーナス見てません、ね、熱いぞこれ。またしても設定差のあるボーナスを引いたラッシー、そして今回は ART 突入なるか。ガーン、まあまあまあ高設定の可能性はアップしたんじゃないの。相変わらずレギュラーが多く出玉が伸び悩むらしい。しかし高設定期待度は高くなるというもどかしい展開が続く。一方追加投資中の嵐、ようやく通常時の回復からポーラリモンモード入ります。なんだこれ、なんだこれ、何で当たったんだ、これで当たったのかな。これで次でその ART が出てくれば ART 発動だったはずなんですけど、違うのかな。ってことは外れ目だったな、単独かな。いつもの景気のいいやつ。まあ何にせよボーナスは嬉しいですけど、ビッグボーナス。
エアルティいるといいな。おい、一枚いいか。なかなかや。こっちは飲む。とりあえず、広角っぽいような演奏では、はい、せめて当たりました。城の中ボーナスは引けるものの、景気役からの ART 突入が全くない嵐。短波要素は得られないながら、なんとか耐える。当たりましたね。まあ、きついな。赤は3回目です、これで。当たったの？なんだよ、俺58ゲームシングル引いてなかったのに、これ当たると結構切ない。しかも当たると攻め的に白7出す。当たったよ、もう、なんだ、もうもうせっかく続いてたのに。まあボーナス当たって喜べないっていうのもおかしな話ですよ。まあまだでもあと36ゲームぐらいあったんで、まあ、せっかく降格中だったから、まあボーナスじゃない方がちょっと嬉しかった。およし、やっと来たよ。もう長かったな。ありがとうございます、皆さんのおかげです。今期待してくださったと思うのよ。まあこれで逆に、まあこの ART で外れが出なかったらちょっとやめも考えられるようになるんで、まあとりあえず良かったですね。ここで本当にボーナス引いて ART 入って、おお来るもんですね。よし、まあ一応2連以上なんで、まあ一応レグのシングルを1回も引かない状態で白7が当たってるんで、今降格中です。連発はやめて、できれば ART 行く前に何か子役行きたい。来ましたね、お花見です。カモン、勝負です。来るな、キャー、きつい。さっき勝ったけどきつい。いや無理だろそれも、もう負ける。おお。さあまあ仕方がない。やっぱね、3人はきついって。よし、チャーンリプです。あー、8点か。8点遅いのが強いんですよね。おっと、できました。とりあえず入りですね。195、チャーンリップ同時当選。食べてこれ、今取ってこと、こことですかね、やっぱり。196、おーレグ4、2、1、やべえ、厳しい展開になってきた。私ね、すごいんですよ、レグの偏りが、まあ、およそ2倍ですね、ビッグの。厳しい。
レギュラー続きで徐々にコインが削られてしまうらしい。雲行きが怪しいな。一方、2年目の ART を消化中の嵐。できればボーナスも絡めたかったけどな。まあ、演出を見てる限りではここでレンちゃんがきっちりストップしそうなんで、まあ、レギュラーもレギュラーの1回目正解も当たってないし、その後に、まあ、篠原子に引いたジャッチリーも当たってないということは現状濃厚なんで、まあ、これでレンチャーしなかったら確定するんで、まあ、ここで外れも出てないですし、もうやめてもいいでしょう。これで、まあ、残ってないのは確定したんで、とりあえずやめます。じゃあちょっと移動先を探しますか。まあしょうがない。そうなんですね。ああ角人が変わってんだよな。取りたかった。もはやたどり着くは鬼の島しかねえのかな。他に目星台もなく、鬼浜爆走グレン隊の島へと足が向かってしまう嵐。そこが3000枚出てるんですよね。でもやめたってことは6じゃないんだろうな。まあ一撃で出てやめてるって感じですよね。まあとりあえずもうちょっと一撃を期待するしかないんで、まあ一応その一発で出てたっていう部分がちょっと怖いんですけど、まあ鬼に全てを託してみます。つかもうあんまり他にじゃあ打てる台あるかってないんですよね。攻めるか。とりあえずプラスのポイントを取るには1500枚ぐらいこれから茶枚で出さなきゃいけない。まあ厳しいですけどね。苦しい戦いになりそうです。はい、いざなわれるように鬼に移ってきたわけなんですけれども、一応こちらのホールドはですね、まあ、鬼浜が結構お気に入り機種なのか結構力入ってる感じで、昨日も9000ゲーム回ってる台があるんですよね。なんで普段から設定は使ってるんじゃないかなということで、まあ一応打ってみたいと思います。ただやめられてる台なんです。まあそこまで希望を持って打てるかっていうとちょっと怖い部分はあるんですけれども、とりあえずもう、攻めるしかないと。作戦を変えるしかないんですよ。守らねえですよ。守らないでちょっと攻めないといけないんで、ちょっと頑張って鬼を退治して、まあラッシーをちょっとまくるのはもう厳しいかもしれないんですけど、まあ目標は自分の収支がプラスになること、まあまずそこからちょっと始めたいなと思ってます。相変わらずしびれるような投資スピードの速さですね。エウレカもまあ投資スピードそんなに遅くないと思うんですけど、鬼山はやっぱ格が違う。そして相変わらず寝たまんま勉強しやがるってんだ本当に。ついに禁断の鬼浜に手を出した嵐。果たして立ち向かえるだけの引きを発揮することはできるのか。レギュラーの連続で徐々にコインを削られてきたらしい。ついに持ちコインも残りわずかとなってしまう。あ、つけないですね。トラ、トラ乾杯。これチャンリブックス。いいっすね。外したら泣いちゃうよ俺。お、いた。いたけどこの先輩は見慣れた。今なんか煽りが蹴りましたね。でもどうしようもねえんだよな。左リール今青引っ張ってこなかったように思えたんだけどな。青尾、いやもう残りこれしかなかったんで危なかったですね。194ですね。
なんかね、首の皮一枚って感じですね。まあこれちょっと厳しそうだな。お、当たっちゃった。これでビッグの初当たり、ビッグでの ART 初当たりなんで、モード落ちますね。さて、ここで続行するかやめるか考えないけど。もうね、後半戦、1000ゲームルールなんですけど、もうそれ、ほぼ、クリアしてますね。なんで、まあ別の機種に移っても、まあ、問題はない。守りに入ることはできますが、どうするかだな。とりあえずね、こいつも悪くなさそうっちゃ悪くなさそうなんですが、ちょっと周りのメンソンがあまりに良すぎて、まあ自分が6じゃないんだろうなと。まあ中間以上、前代中間以上とかで、まあ、4とかなのかもしれないですね。お、悪くはないけど良くもなさそう。まあ4か、4ぐらいあるのかな。おーっつー、え、今準備中でしょ。準備中で中黄色なんか出んのかな。素晴らしい。要はこれ本来突リープなんですけど、ボーナス当たりましたね。バチバチ、今バチバチしましたね。よっ、あれ、ここは強気に青ビッグノーレギュラーです。トツリップか、16ゲーム待機ゲーム中に、待機ゲーム中にレグですね。ああ、しょうがない。この連チャンと ART でなんとか反撃の糸口につながったらしい。前半戦のような ART ループで巻き返しなるのか。とりあえずこの鬼浜っていう台は、まあパスロ界の屈指の大食感なんで、まあコインガブガブ飲むんですよ。なんでもとにかく早い初当たりを目指す。まずはちょっと ART に入れるとこから、まあそれが一番大変だったりするんですけど、まあエウレカを打った後で鬼浜を打って、まあでも鬼浜ほどメダルな勝ち取れっていう台はないと思うんですよ。まあ、本当己の力で全部道を切り開かなきゃいけないんで、まあこれほど己の器が試される台はないですよね。お、熱い、多分当たってます。よしよし、おい、早くない？もうちょっとドキドキしたかったのに。あ、リプレイ4連ですね。5連か。お、あー弱えな。これ銀次が1回でも攻撃したら、まあほぼ負けますから。ああ、もうダメです。ここで必殺を出せばまだ話は変わるんですけど、まあ、これはもう期待させるための組み合わせですからね。初当たりからは ART 突入できなかった嵐、なんとか持ちコインで次の OB をゲットするが、完全にローですね。ローっていうかジャックメーターです。そして追加投資に突入。おお、これあの黒延期マークは確定な上に、まあ、降格以上でのボーナスが確定します。
ここでリプレイさせるか否かなんですよ、勝負は。ちょっとすげえ緊張する。 1.5 分の1でリプレイ成立しますから、ボーナー成立は 1.5 分の1。1.5 分の1、あ、いいですよ、エンスナッシュは 1.5 分の1。あ、もう保健室出た時点でもうダメかなと思ったんですけどね。ただ3連なんで、まあ可能性あります。上位ミッションが出てくる可能性も。上位ミッション、モブちゃんか。ここは次6ゲームです。この熱いゲームで終わったりするのが鬼浜です。バカ。 ART に突入させられないと出玉が増えない鬼浜。サイドの追加投資に突入と、なかなか投資に歯止めがかからないきつい展開が続く嵐。ちょっとやりなくるわ。まあこれが現実でしょ。怖いな。でも、お、でも先生熱い。よし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 。あー、5連か。あー、もうローでしょうね。あ、判別する前に終わっちゃいましたけど。やべ、刻一刻と時間が過ぎていくな。そして投資金額も膨れ上がっていく。おお、あるある。どうぞ。ああ、ないかも。おお、あるのか。うわー、なんか嫌な。ああ、ふう、成立後だってなかなかリプ読んでしないくせに、ひどいっすよね。おーし、来たー。ここまで行けばハイです。しかも今4連してるんで、あとは丸いのが止まってくれることを祈るのみ。どうしよう。やっぱ BG もハイの方がいいんですけど、ここはどう見てもミッションの方が得なんで、公平に入れんなら熱い。熱い熱い。ライディング降臨せずだけど、これは熱い。そうでっか、そうでっか。はあ、おお、ああ、はいはい。あ、熱い。まあでもさっきも外したからな。おお、当たりましたよ。なぜ定格かな。やっと挑戦権を得られましたよ、逆転向けでも。ただ BG からの ART なんで、まあ短いんですね。基本はまあ50ゲームとかで終わっちゃうんで、ここでいかにあがけるかですよ。やっとのことで待望の ART に突入した嵐。果たしてこの ART でどこまで出玉を伸ばせるのか。対するラッシーの ART は現在150ゲームの分岐点を迎えるところ。さすがに終わりづらいですね。終わり、まあ厳しい戦いですね。まああるっちゃあるんでしょうけど、6じゃなさそうだなっていうところですね。まあかといってね、今から ART 機に移ってどうこうしようっていうのは無謀。
無謀でしょう、多分一から、ね、構成点を探し出すなんていうのは。時間的に見てもね、実践時間もあとでマックスで2時間半しかないわけですからね。バラエティ出てるな。まあエヴァもこっちのも結構出てますね。トイレの方なんかあんま元気なさそうだったんですけど、まあいった。結局移動できるような台が見つからず、再び元いたメゾン一国へ。もういつでもやめられる権利は得てますが、まだ出ると信じて回しましょう。いやーなんかね、前半戦は良かったっすよ。後半戦あんまり面白い展開が取れてないなと個人的に思うんで。続行を選択したラッシーだったが、さらに50ゲームほど打ち込んだところで何やら不安がよぎったのか、またしても続行するか悩み始める。よし、決めました、やめます。まあこれちょっとね、どんくらい正確か分かんないですけど、今一応プラス115枚のはずですね。いいかな、取れ高的に大丈夫かな、ディレクターに怒られないかな。まあちょっとね、今日はまあもう何とでも言ってくださいよ。今日は逃げるよ俺は。ラッシー勝ち逃げを選択し、本日の実戦終了。一方奇跡を信じ鬼浜を打ち続ける嵐。ああ熱すぎる。マジで、あーうっくさ、それはいますよね。さあ ARTC の BG 勝敗に注目です。あらあ怖い。まあ奇数設定でも 57% で勝ちますから、ここはちょっと落としたくないところですね。ただでさえゲーム数が、あ今度は味方キャラ2連続攻撃で勝利確定です。そうそうそう、1回目なんで見ときましょうかね。おしおしおし、燃えてきたぞ。いやーやっぱいいっすね、やっぱ気持ちいいな、ちくしょう。あおーさあ一角来てるんじゃないのこれ。ここですよ、ここで全てが剥がられるんですよ。さてやるか、超怖いんだけど。いやビビったら負けですからね、ビビったら負けですよ、ビビったら負けです。引くわけねえんだぐらいの気持ちでこれレバー立たなきゃダメ。これはこれヒョウ君から学んだんですよ。シングル上等だ俺らっていうぐらいの気持ちでやんないとこれ続かないんですよ。上等上等フルだ。まあでもあくまでレバーはソフトタッチでしょ、気持ちだけ入れて引くわけねえんだ。あ引っちゃった。ただ13ゲームも続きますよ、やっぱりヒョウ君パワーはすげえな。ちょっとだから鬼山を打つときは人格が変わるぐらいが一番いいかもしれないです。昔の俺はちょっと優しすぎたのかもしれないです、こいつに対して。ただまあそれなりに継続したんですけど、上乗せ確定の札が1枚も出なかったことに一抹の不安を隠しきれないですけどね。よし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 、ちょっとそれにしても札が出ないっすね、後輩出場が。一生俺に青春しろっつうかこの台は。それも悪くねえ。よっしゃー来ましたよ全国制覇。あー嬉しい、久しぶりに引いた。よしこのままの勢いで完走させます。
いやすげえ汗かいた。よっしゃよっしゃよっしゃ。いやまさか全国制覇が見れるとは、もう感無量です。何ヶ月ぶりに全国制覇したの。あ、これ掴んだっすよ。これは波に乗れそうだ。ここでひよっちゃダメなんですよ。今のとこ13、17で続いてますけど、だから今回は早く終わるとか、こう隙を見せたらこいつはそこにこうやって食い込んでくるんですよ。食い込まれながらも順調に ART を継続させていく嵐。このまま波に乗れるのか。あれ、暑い暑い。おい、マジかい。そして ART は200ゲームに到達。やばいよ、来た、もう来た、ハマりが。 ART は継続しているものの、ボーナス間でハマり始める嵐。やばいかもな。おー、よかった。超汗かきまくりですよ、まず熱い。早く。あー、これやばい。あー痛えな、やっぱこのハマりが痛いな。あーあー、4ゲームだった。そしてその後は ART になかなか当選しないまま、ボーナス間でもハマり始め、ついに再び追加投資に突入してしまった嵐。最後は残り時間も考え、獲得コインがないままにこの台を終えることに。悔しい。正直ART 中の、まあ、札の乗り方とかも、まあ、少ししか消化できなかったんで、設定とかも分かんないままだったんですけど、まあ全国制覇見れたのは個人的に満足です。ただちょっと今回はひどい戦いになっちゃったんで、まあ次回以降は狙い台が取れなかった時、そして、探して座った台がダメだった時の動きももうちょっと考えて、実戦の方していきたいなと思います。いろいろ勉強になりました。パチンコパチスロ最強データサイト、データロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど、勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや疲れましたよ俺。疲れましたね。まあ俺は全然疲れてないんだけど。いや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 、まあ後半戦スタートしまして、はいはい、まあ結構、まあ、大変な思いをするって感じだったんですけども、うん、厳しいですね。まあ厳しかったですね。ただまあ、うん、自分で要素が嫌では多いって決めちゃった以上は、はい、ここまでやってやめるのは当然だと思う。まあこれしょうがなかったんですね、うん、まあ打足だったらやっぱ鬼浜先生あれと思って。ただね、現状でこの時点で、まあ、マイナス27,500円でラストプラスだったじゃん、はいはい、もう一発狙うしかないなということで、一応3000枚出てた、うん、鬼山に座りました。なるほど。設定は分かりません、はい、鬼山分かりませんでした。分からないね。ただ一応その BG、うん、あのリップ単発の BG で勝って、おうおうおう、で ART 入って、おうおうおう、で、まあ、ART 中に BG1 回勝って、うん、でぶっちぎりで全国制覇出したんです。これもしかしたらプラマイゼロぐらいまで行っちゃうかもしれないなと思ったら、うん、サクッとハマって終了しまして、なんかスタッフが俺をドキドキさせようと、なんか嵐さんがアクセル全開ですよみたいな話を聞いて、いやアクセル全開だと思うんですけど、ご覧の通り燃費が悪い体しましてすぐガスケツになっちゃったね、うん、まあ相当し5万7000円で、マイナス2460ポイントです。落とすよね、お金落としましたね。対してガッシーは、まあ、ずっとメゾン追っかけてって、はい、まあ、どうやら良さげな台だと、はいはいはい、ということで後半戦に行きまして、はい、まあ見事に失速。ボーナスはぼちぼち当たるんですけども、はい、まあ叩けども叩けどもレギュラーばかりで、はい、まあ悪いことじゃない、はい、まあ、当選要因すごくいいです。はい、で、まあ設定も、まあ、6はないっぽいけど、はい、
まあまあ悪くないと、はい、思ってたんですけども、はい、ちょうどプラス100枚ぐらいだったんで、これはどうすっかなって思った時にちょうどノルマゲーム数超えてたんで、はい、まあアルスさんはほっといても爆死しちゃうし、まあそうですね、ここはちゃんとね、はい、ポイントを拾っておこうと、まあそのまさに戦略勝ちですね、うん、6じゃなかったと思ってるんですけど、まあ 、はい、全体メゾン全体、まあ、中間以上あったんじゃないかなと思いますんで、はいはいはい、まあ、その中で一番偉かった、まあ、つまり設定 4、まあ、カンパ要素はすっごい荒れてて、はいはい、6を超えてる要素もあれば1未満のものもある、はい、まあ、正直これって定めることはできないんですけど、はい、まあ、4と予想します。なるほど、はい、いいんですか、これ4位以上予想して1だった場合マイナス1点、まあ、1だったら、はい、もうちょっと今後メゾンとの付き合い方を考えなきゃいけないから、まあまあ、でも逆に4以上予想して2とかだったらセーフだから、うんうん、まあ、ある意味俺も、はいはい、こんだけ勝ちが揺るぎない状況だったら勝負すると、うん、それでは、はい、グループ B の1回戦は見事ラッシー初勝、うん、初勝利となりました、はい、次回はグループ A の第2戦が行われます、うん、こちらのお楽しみということで、今回もですね見せさせていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。第1戦結果、順調にボーナスと ART を絡めわずかながらもフラッシュして勝ち逃げを決め込んだラッシー。設定は1だったものの辛くもバトルリーグ初戦を勝利で飾る。対する鬼浜伝道師嵐、見事役割を全うした末に惨敗で初戦を終える。パチスロバトルリーググループ A、 牛尾 VS 水瀬美香。わわわわ、今日から、次回もお楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓と男性の月とすっぽんぽん、すごいやつだ、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。